精神誠意込めて土下座して、俺本当やらされてるみたいになる、なるやん。だからちょっと教えたらいいんじゃない。言ってたとかですか。違うです違うです違うです。どんな悪いことしたの。はい、皆さんこんにちは、Kです。こんにちは。こんにちは。前回ですね、告白の動画撮ってきましたけども、はい。やっぱりあれ体調不良じゃないですか。そこは否めないじゃないですか。いや、やっぱ嘘はダメですよ。嘘はだってせっかくこうやってガチでね、いろいろやってるわけですし、やっぱこう視聴者さんもね、騙すのはやめましょう。はい。で、ここでね、やっぱ我々が申し訳ございませんって言っても、多分許してくれないと思うんですよ。僕なんでね。ということで、今回は、土下座ナンパです。土下座ナンパ。土下座ナンパ？はい。もう道行く女の子ですね。土下座をして、もう目の前の女の子を、視聴者の方だと思ってですね、精神誠意込めて、土下座して、謝ってナンパをするっていう企画ですね。はいはい。全然、やってきたから大丈夫。あ、そうなんですか？それぐらいやってきてるから。マジですか？逆にですか？もうめっちゃ太かぶってみたいな。してますね。なんかもっとなんか、うわ、そんなん絶対やだし、一人なんか俺頭下げたことねえんだよみたいな感じかと思ったんですけど、逆にそこ余裕で、そんなんもう余裕で外してるわけなんで。なるほど、じゃあちょっと交番の前でやってもらいましょうかね。交番の前で、交番の前でマジで、それ面白いんで、はい、それやってないわ。逆に楽しんじゃうんだ。それやってないわ。どうしたらこの皆さんにあれ伝わるかなということでですね、皆さん今回なんか意外にちょっとレイさん乗り気なので、道行くですね、女の子にちょっと土下座をしてナンパ検証していきたいと思います。お期待です。じゃあレッサー返事しましょう。いきます。へーし、よいしょ。でもね、乗っかったけど、はい、なんで土下座しないんだけど、いや、まあ冷静に考えたら、はい、そんな悪いですか。でもほら、タイトル下げちゃったんで、ちょっとそこは制約を込めて土下座しましょう。すいません、こんにちは。今日は暑からず、涼しからず、ちょっとめちゃめちゃタイプだなと思ってすいません、こんにちは。今日は風が気持ちいいですね。ちょっとめちゃめちゃタイプで。学生さんですか。はい。あ、マジ何年生。3年生です。あ、3年。そろそろ就活、まだか。あ、就活です。あ、もう就活、はい、始まってるんですか。ぼちぼちどうですか、彼氏は3人、11人ぐらいいるんですか。え、1人います。あ、1人、はい、おお、おめでとう。ありがとうございます。どれくらい付き合ってんの。10何ヶ月。10ヶ月ぐらい、はい、順調じゃないですか、はい、今回、最高記録、最高記録更新。あ、マジで。あ、そうなの。はいはい、いやいや、俺も全然いないんですけど、すごいなと思って。俺もすぐ別れちゃうんで。あ、で、同じ大学の人とか。はい、そうです。ちょっと彼氏いるのは分かるんですけど、はい、ちょっとマジでドタイプすぎるんで。なんですか。え、いや絶対なんですか。いや、マジでちょっと、もうちょっと俺行かなきゃいけないんですけど、ちょっと番号か、いや、なんかを、まあ彼氏いるのは分かるんですけど。いや、大丈夫です。チャンスをお願い。ちょっと 目見てほしい。見てますよ見てるね。いやちょっとマジで本当に俺、本当、やってくださいよ。本当お願いしたい。ちょっとマジで行かなきゃいけないですか。まだ行かなきゃいけない。どうしたんですか。まだ行かなきゃいけないです。ドッキリかなんかです。いや、じゃあ、ちょっとマジ行かなきゃいけなくて、本当はちょっと喋りたいんですけど。またなんかあればご縁があったということで。いや、ナイス。ちょっとこの頑張りっぷりを。いや、やってくださいよ。ちょっと LINE マジで。ちょっと前、ほんと行かなきゃいけないんですよ。いや、大丈夫です。本当になんかあれじゃないですか。そう、だからではちょっと、マシンを見せたいな。マシンを見せたいなと思って。なんか私がやばいみたいな。やらされてるみたいになる、なるやん。だからちょっと教えたらいいんじゃない。LINE、 え、私が持ってればいいんじゃない。 LINE を教えてくれたらいいんじゃない。ないですもん、何。じゃあマジで行かなきゃいけないです。マジで行かなきゃいけないんですよ。びっくりした。あ、そう、ごめん。じゃあようやるよね。ちょっと思った。なんかユーチューバーとかですか。ユーチューバーとかですか。違います。そう。ありがとうございます。可愛いなと思って。うん。まあちょっと海外行ってて。あ、そうなんですね。ちょっとノリが抜けないなと思って。そう。
コロナでこっちいる。そうそう戻ってきて、うん、ちょっとなんつうのリハビリ中みたいな。ちょっとというわけでちょっと教えてくんないかな。いやいや先輩お願いします。何歳ですか。あ、もう30超えてますね。もう30でこんなことやるなって言うんだよね。うん、そうそうそう、まあなんかいろいろ協力できることもあるかもしれないし、就活とかで意外とあるかもしれんし、なんだ彼氏と3人で。いや、謎じゃないですか。彼氏と同じ年の人。そうです。え、どこにいたんですか。俺ちょっとなんちょっとあの辺で。え、そうじゃなくて、どこにいたんですか。あ、海外ね。フランスとロスも。あ、そうなんですか。行きます。来るときは行ってくれれば。え、レイは俺は行けない。旅行行きます。あ、本当に、はい、どこどこネバダ州。おお、サンディエゴ。ああ、じゃあアメリカ多い。ラスベガス、LA とか。あ、LA も行ったんだ。レイは行ってます。あ、何そっち系の。あ、家族旅行で。あ、結構アメリカ行く家が好きで。あ、へえ。なんか仕事でやってたとか。いや、なんか普通に、うん、独占の時一人でなんか回ってプロレスとか見たり。プロレス見てたの。プロレス見に行ってたの。で、それね、もう下手したら家族に付き合わせようとする。家族、行くぞみたいな。一緒に行った。メキシコまで。あ、嘘、ルチャリブレでしょ。なんか覚えてないけど、メキシカンとか。あ、行かず。お父さんすごいの、面白いね。そういう感じで、なんか。あ、じゃあお父さん紹介してよ。怒られますよ。あ、実家実家です。あ、本当に。俺実家得意なんで。いやいやいや、マジで実家。別に君彼氏と遊んでていいから。いやいや、ちょっとまあ本当、そう、行かなきゃいけないんですよ。ちょっとほんと LINE だけ、先輩 LINE だけ。外せません。あ、外れてる。ちょっと危ない。あ、大丈夫。先輩 LINE だけ。え、なんか悪徳みたいな。そういう悪用とか、え、なんなの、多分しないと思うんですけど。コンタンは何なんですか。コンタンは、かわいすぎる。いやいや、ほんとにそれじゃないけど、マスクしてるから。なんか最近、なんか若い子と話す機会もなくて、おっさんとも、今日もおっさんとしゃべってなくて。やばいと思って。いや、もっといますよ、この辺。いや、わかんない。どれ、なんか悪い、彼ですか。彼ですか。お父さん。本当にマジで。かたくなですね。いや、なんとなく、ここまで来たら、私も。すごい、頑張るな。申し訳ないですよ、逆に。そこはちょっと、そこをなんとか、土下座しますよ、マジで。いや、しなくていいですけど。本当に。逆に交換してどうなるんですか。交換して、まあなんか、なんか別れた時とか、すかさず私の仲良 い先輩紹介しますよ。いや、まあ、可愛くないと思う。可愛くってます。いや、でも絶対自分の方が可愛いと思う。女子のそういうの絶対。てか、マジで普通にこの辺渋谷とかいっぱい本当にいますよ。何が本当にいっぱい、マジで可愛いのいっぱいいます。いやそういうのいいから。いや、分かった、すいません、なんか、うん、お願いしたいっす。まあ最悪姉ちゃんでもいいけど。いないです。お母さんでもいいけど。お母さんはないですけど。え、交換してる。だって話さなかったら話さないでいいですか。あ、いいですよ。もううざいと思ったらブロックしてくれてもいいし。やっぱあいつ無理。返信しない。そうしないと思います。タイミングじゃなければ返事しなくてもいいし。未読いつもするんで。はい、やった、めっちゃ嬉しい。はい、まあアメリカ行った時とかでもいるかもしれないし、お父さんと、お父さんと俺プロレス見に行くよ。お父さん担当するか俺。あ、はい、めっちゃ外人の名前じゃん。いや、何さんですか。レイです。レイ、 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ではやる気満々だったんだけど。そうなんですか。そうなんよ。でもなんか向こうが一緒に見てるってなって、はい、もう周りから見られて自分が嫌だみたいな。そうなるほどで、はい、じゃあ LINE 教えてきたらくれてるんだったらやめるみたいな。はい、じゃあ LINE 教えてくんないんだったらやるって。逆にそうなって俺が脅してるみたいになって。はい、面白いですね、それ。溶け出してる側が主導権をちょっと握ってる感があるというか。面白いですねって感じで、はい、最後までやりやんかったんですけど、でも全然できましたね。
楽しかったっす。あ、本当やりたかったっす、マジで。逆にっすか。いや、ちょっと趣旨ずれるんですよね、もうこっちはもうレイさんがもうこうヒヤヒヤしながら土下座するシーンを期待してたんですけど、逆にちょっと楽しかったですね。楽しそう、楽しそうでした。速攻だったしね。でもめっちゃ早かったっすね。もう撮影開始しかも秒で、はい、終わっちゃったんで。なるほど。また自分はまたやりますよ、もうやりたいんで。なるほど。じゃあちょっとまたちょっと面白くして土下座企画またやりますか。はい、はいはい、ということで皆さん、なんか今回なんていうんですかね、ちょっと僕の思ってた通りには進まなかったんですけど、まあ、結果ね、面白い映像をご覧いただけたんじゃないかなと思います。ここまで見ていただいて面白かった方はですね、ぜひ高評価コメントの方よろしくお願いします。また、なんかこんなね企画やってほしいとかあればコメントいただけると、大変ありがたいので、コメントの方もどしどし、お待ちしております。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。またね。